こんばんは、ハモです。今回は美化金的毎日やろう知らないと損すること6選というところについてお話ししていこうかなと思います。さっくり概要なんですけど、実はこれお得だよとか、毎日やっとくといいよとか、毎日じゃないんですけど、特定の状況だとお得になることがあるよみたいな、まあ、そういったところをお話ししていこうかなと思います。結構まあ普通にやってると、まあ、気づかなかったりとか、まあ、そこまで考えてないよみたいな方も多いと思うので、ぜひこの機会にやってないやつとか、そんなあったんだみたいな思った方はぜひやってみてもらえればなと思います。まず一つ目ですね、ギルドメダルですね。モグショップに、ギルドメダル交換所っていうところがあると思うんですけど、まあ、こちらでギルドメダルを消費して、まあ、いろんなアイテムを交換することができるところになってるんですけど、毎日交換した方がいいものがあるんですよ。それが、まあ、さっきもクローズドになってたんですけど、ジザのかけらとメディエナのかけらですね。それぞれ1かけら50ギルドメダルで交換できて、1人5個までで2人分ってところなので、まあ、1日500メダル使うと、ジザのかけら5個メディエナのかけら5個入手することができます。これのいいところっていうのが、まあ、まず当たり前なんですけど、ジザとメディエナのかけらを集めることができる、しかも石を使わずにっていうところですね。でジザ と、メディエナに関してはそれぞれレベル99まで育成すると、ジザは元年の鈴、メディエナはカレイドムーンっていうトラマスが入手できるんですけど、両方とも結構強い、初心者でも、上級者でも使いやすいようなものになっているので、取っといて損はないかなと思います。特に、左側の元年の鈴って呼ばれるものは、元戦争において、まあ、必須級のアイテムというか、ものになっているので、まあ、どんなこうリセマラの動画とか、攻略サイトとかを見てもまずこれを取るべきみたいなのが書いてると思うので、まあ、ジザのかけらを集めといて損はないんじゃないかなと思います。とはいえ、ジザもメディエナも2人とももうご凸してるよとか EX 前育てたよみたいな方もいると思うんですけど、それでも毎日交換した方がいいと思ってます。それが、いいところ2つ目で、毎日ソウルメダル10枚手に入れることができるっていうところですね。ソウルメダルっていうのは、まあ、簡単に言うと、まあ、特定キャラのかけらを、まあ、600個入手した状態で、さらにかけらを入手するとソウルメダルと紫綬に、まあ、変換されて入手できるんですけど、まあ、このソウルメダルっていうのは基本的にそのキャラのかけらとか紫綬と交換できるメダルになってるんですよね。で基本的には、UR のキャラを、まあ、被らせるとか、かけらをさらに買うとかいうことをしない限りソウルメダルって手に入れることができないので、無課金の方とか、美課金の方とかからすると結構貴重で欲しいアイテムかなと思います。それを、ギルドメダル500を使うことで毎日、10枚ずつ、チリツモなんですけど1ヶ月続ければそれで300メダル入手することができるので結構大きいかなと思ってます。同じように、フレンドメダルでも、キャラのかけらを、入手することができて、まあ、こっちだったら、シュテル、エルデ、ロブ、オルドア、ジザ、アイリーンって形になってるんですけど、フレンドメダルはギルドメダルに比べるとやや入手しにくいというか、っていう形があるのと、まあ、対象のキャラクターも多いので多分毎日全部交換してると、すぐなくなっちゃうかなと思います。なので基本的にフレンドメダルの方は、まあ、ご凸してないキャラがいるんだったら、交換はありかなと思ってます。個人的には、まあ、ご凸したら、交換はしなくていいかなと思います。この中だと、ロブ、オルドア、ジザはかなりトラストマスターが強いので、この3人のキャラクターを、貫突してない方は、ぜひぜひ交換してもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、続いてイベント系のメダルですね。同じくモグショップに、まあ、今だと、こんな感じで並んでると思うんですけど、一番上のやつがレイドメダル、で下3つがイベントメダルって言われるやつですね。でこれらも毎日交換した方がいいものがあるので紹介していきます。まずレイドメダルからですね。レイドメダルは、この2つを交換するといいかなと思ってます。体力回復薬中と、経験キューブ極みですね。両方交換すると、1日1500枚必要になります。体力回復薬に関しては基本的には、まあ、配布でもらえるぐらいしか、入手方法がなくて、まあ、あとは、課金とかになってしまうので、自分でメダルを集めて交換できるっていう意味で、まあ、レイドの期間中は、これを毎日5個ずつ交換すると、周回とかも、できるようになるかなと思うのでおすすめです。両方集める、そんなにメダル集める時間ないよって方は、体力回復薬だけでもいいかなと思います。逆に余裕がある方は、まあ、経験キューブ台とか、そういったところにも手を出していいのかなと思います。続いてイベントメダルですね。イベントメダルでは、この、
5つになるかなと思ってます。ギルガメの極みと大、それから経験キューブ極み、アムポット、バーストポットですね。全部入手しようとすると1日あたり4400枚のメダルが必要になります。こちらに関しては全部取ろうと思うと結構必要枚数が多いので、まあ、自分に足りないものだけでいいかなと思います。どうしても足りないよって方はギルガメ極みだけ交換するようにすれば、まあ、1日あたり1000枚で済むので結構、できるようになるかなと思います。レイドメダルとイベントメダルで毎日アイテムを交換するいいところは、まあ、基本的にギルには困らなくなります。まあ、ただし今ギルガチャ全部分回すとかいろんなキャラを一気に育成するとかしちゃうと、まあ、どうしてもかなり減りはするんですけど、期間内ちゃんと全交換してると結構ギルは溜まると思います。またアムポットとか経験キューブとかバーストポットもちゃんと入手してるので、キャラクターを当てた時に、まあ、すぐ育成できるっていうメリットがあります。トラマスのアビリティ、それからリミットバーストのアビリティ、それから単純なレベルですね。やっぱりどうしてもレベル99から120にするまでに経験値かなり多いので、まあ、周回でレベルを上げるのが一番だとは思うんですけど、まあ、なるべく早く使いたいっていう方も結構多いかと思うので、まあ、こういったところは毎日コツコツやっていくと結構便利になるかなと思います。続いてショップですね。ショップの一覧画面見るとまあ、こんな感じかなと思うんですけど、毎日ショップで見といた方がいいものがあります。それがこちらになるんですけど、ギルで買えるアイテムですね。消耗品のアイテムになってます。特におすすめは、まあ、エーテルとハイポーションとかの回復アイテムと、金の針とかの、まあ、状態異常を回復するようなアイテムがおすすめかなと思ってます。でこういったやつは、まあ、ギルで買えるものだけを買ってもらうのでいいかなと思います。エクスポーションとかハイエーテルとかは確か原動石じゃないと買えなかったと思うので、まあ、石で買うまではしなくていいかなと思います。これのいいところは、高難度イベントが結構楽になることが多いです。どうしてもプレイヤーごとに、まあキャラクターとかビジョンカードの手持ちっていうのは変わってくると思うので、まあ、ある人は火属性にヒーラーがいないとか、風属性にヒーラーがいないとか、氷そもそもヒーラー少ないよねとか、まあそういったところがあるんですけど、そういったのを、アイテムでヒーラーの役割を補えるってところは結構大きいかなと思います。あとはミッションコンプとかがしやすくなったりとか、最近出た、属性パーティーでクリアする、非属性でクリアみたいなやつですね。まあそういったのも、やりやすくなるかなと思ってます。で僕も、過去に、高難度系の、攻略動画を、いくつか出したんですけど、例えばこの白龍の、極難易度だったら、聖なるトーチを持っていくと楽だよとか、火のセレクエだったら、回復をアイテムでするのがいいよとか、氷のセレクエも、回復量が、5000以下ってところで、基本的にケアルダとか使っちゃうと4000とか、まあ、下手したら6000とか回復しちゃうので、まあ、そういった回復は基本的にはアイテムでするのがいいよとか、そういったところをお話ししてるんですよ。なので結構、高難易度クエストとか、やるのにアイテム、重要になることも多いので、まあ、ちょいちょい買っておかないと結構使いたい時に、まとめてバッて買うことができないので、まあ、日頃から買っておくと、まあ、いざ自分がこうセレクエとかをやろうみたいな思った時に、ないってことにならなくていいんじゃないかなと思います。続いてハードクエストですね。ユニットのハードクエスト、ビジョンカードのハードクエストっていうのが、まあ、それぞれあるかなと思います。ユニットは1日10回まで、ビジョンカードは6回までって感じですね。で基本的には、全部回ってれば、問題ないと思うんですけど、ちょっとお得に育成を時短できる方法があるので紹介していこうかなと思います。例えば、FF6 コラボとか、ちょっと前から始めた人で、まあ、例えばセリスと水ギエルシリエルをまあ育成済みで、あともう一枠水のキャラを使って、まあ、水パーティー欲しいみたいな方がいたとするじゃないですか。でその人は、ムーは持ってるんだけどまだレベル99になったばっかで、まあ、115ぐらいにしてから使いたいと。でなるべく早く、かけらを集めたいとして、そういった方におすすめしたいんですけど、ユニットのハードクエは1日に10回までで、1キャラ基本的には、1日2回までっていう感じなんで、まあ、何も考えなければ5キャラ分回って終わりって形なんですけど、原動石で、リセットが可能になってます。かけらの単価を考えるんですけど、10個のかけらが500石っていうところを考えると1かけら50石になるんですけど、このハードクエストのリセットには、50石で OK で、50石でリセットして2回回れるので2かけら入手することができるので、
かけらを半額で買ってるのと同じことなんですよね。なので、結構おすすめかなと思います。安く買えるっていうのと、2倍入手できるので1日あたりで、ハードクエのリセット回数はロイヤルランクによって決まってしまうので、ロイヤルランクが5以下の方は、残念ながらリセットができないのでこの方法は使えないんですけど、まあ、少しでも課金したことがある人ですね、微課金以上の方であれば、まあ、ロイヤルランクがまあ6以上と思うので、1回もしくは2回リセットすることが可能かなと思います。続いてソウルメダルですね。ソウルメダル、まあ、さっきも話したんですけど、基本的にはキャラのかけら指示と、まあ、交換モグショップで交換するものって思ってもらえればいいんですけど、基本的にはコラボキャラクターの指示とか、今すぐ育成したいキャラの指示とか、まあ、そういったのを交換するのがメインかなと思います。ちょっとお得に交換できる場合があるので、これもまた紹介したいかなと思います。例えばこんな人がいて、ギルガメッシュとベリス両方育成済みで、まあ、最近ギルガメッシュも強くなったし、もう一人氷キャラを育てて、氷パーティー使いたいみたいな方がいたとして、ラスエルを育てようと思うとするじゃないですか。で、ラスエルがまあレベル99になってて、まあ、最低115レベルぐらいまでして、使いたいってところで、ソウルメダル交換所から、まあ、指示か交換所行って、ラスエルの指示っていうのを見ると、まあ、こんな感じであると思うんですよ。で、こちらを交換すれば基本的にはいいんですけど、ちょっと待ったっていう感じですね。指示交換所じゃない、通常の方にも、ラスエルのかけらが並んでるのがわかります。それぞれ左側が指示交換所、右側がまあ通常の交換所って形になってて、左側は指示をソウルメダルで入手することができます。ただまあレートが徐々に上がっていって、50個交換するまでは1個につきソウルメダル5枚必要になるんですけど、51個目以降は6枚、101個目以降は7枚って感じで、まあどんどんレートが上がっていくんですよね。それに加えて、まあ右側は交換制限なしで、まあレートも固定って感じになってます。で、さっきも言った通りラスエルの指示が200個欲しいってことを考えると、まあ指示交換で200個交換しようと考えると、250+300+350+400で合計1300のソウルメダルが必要になります。ただ右のかけら交換をすると、まあラスエルのかけら10個でソウルメダル50枚必要なので、まあ、単純にかける20して1000メダルでラスエルのかけら200個を入手することができます。すでにラスエルは99レベルになっている状態なので、この200個のかけらっていうのはソウルメダル200と指示200に変換されます。そうすると、まあ、1000メダル必要っては言ったんですけど、実質800メダルでラスエルの指示を200個交換することが可能なんですよ。こう考えると、まあ、指示交換で入手する場合は1300も必要になるのに対して、かけら交換を使うと800で済むので、かなりお得に指示を200個入手できるかなと思います。ただ、これがそのキャラクターにも使えるってわけじゃなくて、ソウルメダルの交換所の単純なかけらを入手できるラインナップされてるキャラクターにのみ使える、まあ小ネタ的なところなので、まあ現状だとビネラ、マシュリ、ラルド、グラセラ、フェデリカ、ラスウェル、オルドア、キトン、まあこんな感じのキャラクターがこの小ネタが使えるって感じですね。たまにこのラインナップが入れ替わるので、現状欲しいキャラがいなかったとしても、まあ今後追加される可能性はあるかなと思ってます。このラインナップに変わる前は、まあ、レインとかキルフェとかイルディラとかが、まあ、ラインナップされてたので、まあ、もしかしたらもうちょっとしたら新しくなるのかなと思います。最後に弊社ですね。弊社の画面、まあ、こんな感じかと思うんですけど、今回紹介したいのはこの左下の食料庫になります。皆さん食料庫ってどこまで拡張されてますかね。個人的には、2万5000から3万ぐらいになるまで、拡張することをおすすめしたいかなと思います。僕は3万なんですけど、だいたいマックスまでやると、まあ、7時間48分持つって感じですね。で、まあ、これ何かっていうと、皆さん寝るじゃないですか。で、寝てる間に、切れてしまうと、まあ、せっかくかけらが入手できるのに、まあ、入手できなかったとか、もったいないことになってしまうので、夜の間寝てても、まあ、食料庫が切れないぐらいっていうのが、まあ、だいたい2万5000から3万ぐらいかなと思っているので、最低このぐらいまで拡張しとくのをおすすめしたいかなと思います。弊社に、最大5人までキャラクター入れられるので、まあ、1人1日2個と考えると、
合計で、まあ、10個かけらが入手できるんですけど、それが徐々に減っていって、結局石単価を考えるとずっと切れないようにしといた方がいいかと思うので、2万5000から3万ぐらいっていうところまで、まあ、一旦原動石を使って拡張するのがいいんじゃないかなと思ってます。結構拡張しないまま、切らしちゃってるみたいな方も多いと思うので、まあ、初期投資的な考えでいいんじゃないかなと思います。はい、今回はこれで終わろうと思います。結構知らないこととか、まあ、そういう細かいところで、まあ、若干一部お得にできるとか、毎日やっとくと楽だよみたいな、まあ、そういったところを紹介してきたんですけど、いかがだったでしょうか。結構原戦争始められた方とかで、最初からこういうことをしてると最短ルートで、まあ、原戦争追いついていけるかなと思うので、よければ参考にしてみてください。よければ高評価、チャンネル登録、ツイッターフォローもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。